長井長殿の修行、お見事でした。ん？お前こそ真の強者よ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。田村の若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。新しいお団子作るぞ。マガイマガド団子、黒ごまでこうね。あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。田村の里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ。これで肩が軽くなったわ。
心。